5分、雨が止みましたので出航します。それは、オーシャンリゾート、長崎の門長崎かなです。雨が一時的に止む時間です。だからまた降り出すかもしれませんが、長崎を出航します。出道が狭いですから、最初だけちょっと要注意ですね。搬送の準備をしてはみましたが、風がですね、もう全然回ってます、まあ、ほとんどないんだと思うんですよね。うねりだけが強くて、だから来そうで、もう雨だかし、早いうちに行きます。2日目、今軍艦島の横を走ってます。こんな天気でですね、風もありません。だからエンジンで走って、まあ、軍艦島の近くもですね、帰りに多分寄ると思うんで、その時にします。だから早めに着くときは思います。ちょっと風が吹いてきたんで、どうしても欲が出て、ジブだけ開いて機関槽でちょっと走ってみてます。 2.5 ノット、橋が見えてきました。右30度ぐらいですけども、まあ、一応そうですね、 1,2 メーターの風はある予定だったんで、まあ、時間に余裕もあるし、しばらく走ってみましょうかね。停泊船タンカーが止まっているのが見えます。